日常運の食旅へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ネスレネスカフェの香味焙煎柔らかを飲みたいと思います。柔らかってことは優しい味わいってことなのかな。どんな感じなんでしょうね。とりあえず今はこれちょっと見えづらいですけど、こちらが通常版で、こちらが前回のダークロスのクリープを入れたバージョンです。では飲んでいきたいと思います。では飲んだ味だ。チャンネル登録よろしくお願いします。申し訳ないですが、ちょっといろいろあってお時間がなくて、ダークロースというよりも各種ブライトの味をしっかり感じることができますね。あ、ブライトのレビューについては前日のダークロースの動画を再考してください。香りも味わいも全体的にまろやかな感じで、よく言えば老若男女誰にでも飲めそう、悪く言うと中途半端どっちつかずといったような味でしたね。なのでこの香味焙煎単体だと、こちらの点数になります。はい、ですが何にでも合うので、これ単体で飲むというよりはこちらのブライトを入れて飲んだ方がいいかもしれないですね。ダークローストと比べるとそれぞれのブライトの、まあ、この味付きのものに関してはそれぞれの味はより強く引き感じることができて美味しかった。ブライトと合わせることを前提としたネスカフェなのかもしれないですね。でこの3つにつきましてはどれもこれが特別に合うというのはなかったので、もう完全に各々のお好みで選んでくださいといった感じでしたね。ちなみに通常版とカロリーカットだと少々物足りない感じがしましたので、代表としてはこの味付きの3種類でどれも全て同じぐらい味を感じることができましたので、もう本当にこの動画を見てくださっている皆さんのお好みで決めてくださいといった感じです。なんか感じばかりしてる申し訳ないんですが、で自分の中ではこのフレーバーを入れるといずれもこちらの点数になります。なのでお好みにアレンジしやすいコーヒーとも言えますね。ちょっと言葉が出てこなかったですけど、なので万能選手というか中途半端というか何回も言いますが、そういう風なコーヒーという印象です。ではこれ以上言葉が出てこないので信念に噛み縛るのと決意なり、決意けり、髪を縛って何かを決意したのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。